皆さんどうも、スラヤロです。唐突ですが皆さんジョーカー2の勝ち抜きバトルをご存知でしょうか？まずジョーカー2をよく知らない。まあそういう方も見てみると面白いかもしれないのでぜひ見てってください。はぐれメタルキングの時と同じようなこと言ってら。まあ勝ち抜きバトルってのは勝ち抜けば勝ち抜くほど賞金がもらえて、100連勝すればあるモンスターがもらえるっていうものですね。ちなみに今は勝ち抜きバトル用に最強レケスを作ってます。最強レケスマジで強いらしいな。そうマジで強いらしい。何が強いかは知らないけど、わかる。爆弾。というわけで勝ち抜きバトルの会場にやってきました。最強レケスとはぐれメタルキングで100連勝ぐらい楽勝ですね。どのぐらい敵が強いかだな。さすがにはぐれメタルキングの装甲を突破してくるやつはいないでしょうと。昔やった限り65連勝で死んだみたいですね。最強レケスも作ったし今回はどうなるかな。100連勝ぐらいは簡単に言ってもらいたいところだけどな。それじゃ早速やっていくぞ。始まりましたね。ここから100連戦するって考えると大変だ。最初の敵はワンターンキルしてサクサク進んでいきたいな。1戦目から A ランクのゴールデンゴーレムもいますけど、最初は MP4 本してもらいましょうかね。さあ通常攻撃で倒せるかな。楽勝みたいです。こんなのフルで流してたら2時間かかるのでワンパンできなくなるまでカットで。耐えてきました。これは何戦目だと思ったけど追い打ちで倒しちゃうからわかんないですね。確認しとけよ。次から作戦ガンガン行こうぜに変更していきます。まだ全然序盤なのに MP 大丈夫なのか？ MP についてはまあ秘策があるから安心してて、しかもガンガン行こうぜでも MP はそんなに消費しないはず。ただの特定攻撃なのにとんでもない威力出てないかこれ？それはデイン系のコツっていう特性と、デインブレイクっていう特性を持っているからなんですね。ぶっ壊れ性能じゃねえか。コツとブレイクでとんでも火力が出せるところが最強レケスの強さだったんですね。というわけでホーリーラッシュでワンパンできなくなるまでカット。60点まで大幅カットしたんですが、ここで常にアタカンタの相手が出てきました。最強煉獄天魔のせいで影は薄いですが、最強シャイニングも常にアタカンタ持ちなんですよね。そりゃこのビジュアルの差があるからな。煉獄天魔さんかっこよすぎ。シャイニングもドラクエのモンスター感強くて好きなんですけどね。少し脱線しますが、ドラクエ8が初でのモンスターってドラクエ感強いの多くありません。例えばプリズニャンだったり、ラーベルキツネだったり、謎の新刊とかも確かそうでしたね。シャイニングもそうなんですが、こいつら謎のドラクエ感ありますよね。言葉にするの難しいな。まあ私はそういうキャラが好きですよという雑談でした。にしてもこのレケスはなぜ斬撃をするのかわからない。バギムートもギゴデインもあるのにな。モモンジャがそこまで憎いのでしょうか。モモンジャが倒せたのでしっかり呪文で倒すみたいです。ぶっよ。今度は苦戦するような場面までカットします。おっと、急に3枠の相手が来ましたね。ヘルクラウドは少しレケスきついかもしんないな。しかもスカラでガチガチになってるな。タイマン性能そんな高くないから厳しそう。ワンチャンスタンバイの出番が来るかもしんないな。1ターン目は様子見のガンガン行こうぜ。これは厳しい。この後ろ硬すぎる。でも最強レケスの真骨頂は斬撃じゃない、デイン系全般なんですよ。はい、強すぎ。でもなかなか相手もヤバい呪文打ってきてるぜ。スライムいっぱい出てきて可愛いけどこれはまずい。いてぇ。これはそんなに痛くないね。ちょっと呪文が怖いからスタンバイに入れ替えちゃいましょう。出たな、はぐれメタルキング。少し前に捕まえてからずっと愛用してるモンスターだな。あれだけ苦労して仲間にしたんだから役に立ってもらわなきゃ困りますからね。さあ行け。はぁー。皆さん終わりました。マダンテなんて覚えさせるからそうなる。うわぁ、これではぐれメタルキング全力外か。レティス一気で30何点勝ち抜くのは無理そうだな。やり直し濃厚だな。皆さん助けてください。体力が80です。終わりじゃねえか。しかもドラゴスライムピオラかかってるし先行されそう。はい、お疲れ様でした。うおー、来たー。噛みすぎてくさ。でも結局ここで残り2人にやられると意味ないぞ。結構攻撃痛いですが耐えられないこともなさそうです。マジで天使の気まぐれ様々だな。存在自体忘れてたから完全に諦めてました。持ち直すためにベホイまで回復していきましょう。てかドラゴスライムの火力ヤバすぎ。ブレス系かと思いきやただのパワー系だったな。先行されすぎて体力が怪しくなってきた。これはまずい。いやー危ない危ない。持ち前の賢さでベホイマの回復力はかなりありますからね。なんとか持ち返しました。これで数減らしたいけど倒せるかな。一匹倒せました。これでさらに回復できるな。まさに起死回生の70戦目でした。痛恨の一撃とかだけはやめてください。ここで負けたらさすがに面白い。いや何も面白くないですけどね。
4500もあれば痛恨の一撃もらっても死にませんね。というわけで何かあるまでまたまたカット。さっき MP なくなった時の秘策って言ってたのはこのギガマホトラです。MP を半分消費して敵の MP をたくさん吸い取れます。強い。はぐれメタルキングにも覚えさせてたんですが、最低1は MP がいるのでマダンテ撃たれたらどうしようもないです。マジでなんで覚えさせたんだよ。あ、こいつの火力やべえ。しかも2回行動かよ。これ終わったのでは ?70 戦目まで1時間半ぐらいかかるんだよ。私の1時間半が、はぐれメタルキングを戦力にできなかったのがまずかったな。何連勝したかだけは見ていきましょう。77か ?100 には遠いな。もちろんやり直しだぞ。はい。気づいたら2時間ポチポチしてて88戦目まで来てました。病気の沙汰。ちなみにはぐれメタルキングには自動 MP 回復をつけたりしました。これでマダンテを誤射しても安心だな。マダンテは忘れさせましたが、おい、88戦目まで来るとレティスだと攻撃に耐えきれなくてすぐ死んじゃうな。やっぱり最強化しても厳しいか。はぐれメタルキングに全てを託してレティスは少しでも削ってくれ。うはマジで100連勝頼むぞはぐれメタルキング。88戦目まで来て負けると地獄だぜ。ナイスギャンブルボディ、王の意地だな。マジャデドスどのぐらい食らうのか。うわ、ウィングでビルにも効かないんだ。まあ一気倒せたからいいや。ハグメタは株と割りで対処だね。守備力下げないと攻撃通らないんだな。そこら辺のメタルと守備力も桁違いなんですよね。対戦ありがとうございましたと。アンカーナックル強すぎる。次はメタルもいないしなんとかなりそう。は、ちょうど体力分削れてて笑う。88連勝でした次。なんか99連勝まで来たんですけどマジで？マジで？相変わらず2時間ぐらいかかってそろそろ体力的に死にそうなんで、これで終わらせてしまいましょう。全然ダメージ入ってないな。守備ダウン入ったからオッケー。守備力下がった状態で爆連切りどうよ。これは強い。よしよしよし、マジであるぞ。これはサービス行動ありがたい。にしてもオーシャンクローが硬すぎる。守備力下がったわ。これは勝った。よし、次勝てば100連勝だぞ。ようやく100連勝か。とか言って勝った気になってると負けるから最後も集中していこう。それがいいな。敵もそんなに強くなさそうだしよかったよかった。100連勝いただき。え？は？マジでブチ切れそう。99連勝でこれは運がなさすぎる。はあ、もう一回やってきます。89戦目までやってきました。何度も言いますがこれ80戦ぐらいまでだいたい2時間かかってます。供養かよ。そんな供養もただの運で台無しになるんですね。ダメージ関数とで草。また88連勝でした次。え、なんかあっさり100戦目まで来れちゃいました。あっさり、かっこ2時間。でもこういう時に限って敵結構強そうで恐ろしい。2枠モンスターのプレッシャーがすごいな。そういえば関係ないですがスタンバイのレティスは首にしました。レティスよりはぐれメタルキングが死んだ時用のメガザル部隊詰めてます。前半のレティス解説は何だったんだ。忘れてください。いい火力だけどまだ倒せないか。うおおお、そのベホマズンはデレ行動。敵の回復呪文は全然回復しないしな。暴走すると話は別だけど、つくづくついてないなお前。まあ回復追いつかないでしょうし一生回復しててもらいましょう。いやライオネックも回復かい。勝っちゃった。本当にあっさりしてんな。いやもうリアクションできるほどの元気がないのかもしれない。100連勝いったし負けるまで適当にやりますね。115戦目で負けちゃいました。あれから14戦も勝ち抜けたら上出来だろ。というわけで勝ち抜きバトル100連勝達成しました。お疲れ様。マジでこの運ゲーを二度とやりたくないです。賞金はいらないんで100連勝の賞品をください。焦るな焦るな。スラブラスター来たー。いやこいつだったのかよ。イルルカでは簡単に仲間になったのにジョーカー2はこんなに大変なんだな。DS で Wi-Fi 対戦があった頃はプレゼント配信でもらえたんだけどね。今手に入れるためには100連戦勝ち抜かないといけないです。まあそういうわけなので今回はここまでのご視聴ありがとうございました。結構大変だったけど楽しくはあったので皆さんもチャレンジしてみてねー。それじゃあバイバイ。